どうも、ひろはずです。今回のテーマはこちら。作りたいゲーム別おすすめゲームエンジンということで、このチャンネルではよくユニティ使ってるんですけど、別にこのチャンネル見てる人全員にユニティをおすすめしてるわけではなくて、作るゲームによってはユニティ以外のゲームエンジン使った方がいい場合っていうのもたくさんあるんですね。なので、この動画を見れば自分に最適なゲームエンジンっていうのがわかると思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、ということで、最初にゲームエンジンに必要な機能なんですけど、個人的に今ゲームエンジンに求められてる機能って、この2つかなと思ってて、それは情報量が多い。モバイルで出せる。使ってる人が少なくて、情報量も少ないゲームエンジンって、習得の難易度がすごい上がっちゃうんですね。Google でゲームエンジン名スペース、やりたいことで検索して、何も情報が出てこないやつは、きついかなと思いますね。モバイルで出せるのはもう必須です。やっぱり iPhone、Android のユーザー数って、PC やコンソールよりも圧倒的に多いので、そこで出せないっていうのは大きなデメリットになると思います。あと単に出力できればいいかっていうとそうではなくて、広告とアプリ内課金が実装できるものじゃないときついですね。モバイルだと有料ゲームはあんまり売れないので、無料で出すパターンが多いんですよ。次にゲームエンジンの種類なんですけど、ゲームエンジンって大きく分けると2種類あって、何でも作れるやつと特定のジャンルに特化したやつですね。何でも作れるタイプっていうのは全部一から作るので、時間がかかる代わりに細部まで自分の思い通りに作れます。プログラムはほぼ必須ですね。特定ジャンルのやつはテンプレートが完成してるので、すぐゲームを作り始めれるんですけど、そのテンプレートから外れたことっていうのは基本的にできないんですね。その代わり、プログラムも最小限で済むものが多いと思います。両方メリットデメリットがあるので、どっちがいいとかはないんですよ。自分に合ったものを使うのがいいと思います。ということで次に具体的におすすめのゲームエンジン紹介していきたいと思います。まず何でも作れるタイプのゲームエンジンですね。最初に言った必要な条件を満たしているゲームエンジン、この3つですね。アンリアルエンジン、ユニティ、ゲームメーカーです。それぞれおすすめのポイントを解説すると、アンリアルエンジンはもうゲームエンジンの最高峰ですね。最強のゲームエンジンは何かって聞かれたら間違いなくこれだと思います。もう公式サイト見に行った瞬間からテンション上がるんですね。今だと FF7 のリメイク版とかの有名タイトルの美しい映像が流れてて、うわこんなのが作れるのかってなるんですね。作るの難しいかっていうとそうじゃなくて、他のゲームエンジンだとテンプレートって自分で探してこないといけないんですよ。でもアンリアルエンジンだと新規プロジェクトを作成するときこんな感じでテンプレートが公式で用意されてて、それ選んだらもうプレイヤーを操作できる状態から始まるんですね。とりあえず写実的で美しいグラフィックのゲームを PC やコンソールで出したいっていう方はもうアンリアルエンジン一択かなと思います。次にユニティですね。公式サイト見に行くとすぐわかるんですけど、グラフィックではアンリアルエンジンには勝てないんですよね。もう代表作がモニュメントバレーとかヒューマンフォールフラットとかね、まあそういうフォトリアルとはまたちょっと違う、ちょっとアニメ寄りというか、そういうタイプで攻めてるものが多くて明らかに勝ててないのがわかると思うんですけど、でもモバイル向けのゲームを作る場合ユニティの方が有利なんですね。理由は2つあって、まずシンプルに軽い。アンリアルエンジンに比べると、ユニティはエンジン自体も軽いし、作ったゲームも軽いんですね。もう1つは、広告とか SNS の連携とか、モバイル向けのサービスが導入しやすいんですよ。新しいサービスが始まった時も、ゲームエンジンの対応は、まず最初にユニティからされるっていうイメージですね。なので、モバイル向けに無料のゲームを出して収入を得たいっていう方は、ユニティがおすすめです。最後にゲームメーカー。これはもう説明簡単です。ゲームメーカーは、ドット絵のインディーゲームを作りたい方におすすめですね。一応 3D のゲームも作れるんですけど、さっきの2つに比べると全然使えるレベルじゃないですね。ただ 2D に特化してる分動作も軽いし覚えることも少ないので習得の難易度も低いです。もうずっと 2D で攻めていくっていう方はゲームメーカーおすすめですね。でももし将来 3D のゲームも作ってみたいんだよなっていう方は、最初からアンリアルエンジンかユニティを選んでおいた方がいいかもしれないですね。次に特定のジャンルに特化したゲームエンジンですね。これモバイル向けに出せるやつがちょっとあまりないというか限られてるんですけど、今回は3つ紹介したいと思います。まず1つ目、RPG 作る MV。これはもう名前の通り、RPG を作るソフトですね。さっき紹介した何でも作れるタイプのやつで、RPG を作ろうとしたら、戦闘システムとか、ショップシステムとか、レベルアップだったり、そもそもメッセージウィンドウすら自作しないといけないので、めちゃくちゃ大変なんですけど、それらがもう全部用意されてるので、圧倒的に楽に作れます。プログラムもほぼいらないし、モバイル向けにも出せるので、おすすめですね。2つ目はこれも作るシリーズで、
ラノゲツクール MV。 これはノベルゲーム専用のゲームエンジンなんですけど、モバイル向けにも出力できるし、すごい簡単にゲーム作れるし、キャラクターとか背景とかそういうグラフィック素材がものすごい大量に入ってるんですね。なのですぐノベルゲーム作り始めれるので、すごいおすすめですね。スクールシリーズだと、あともう一つアクションゲームスクール MV っていうのもあるんですけど、これはモバイル非対応だし、すごい処理が重いっていう意見がちょっとたくさんね見られたので、今回はちょっと紹介します。最後に紹介するのはこちら、ティラノビルダー。これもノベルゲームを作るゲームエンジンなんですけど、ちゃんと iPhone、Android 向けに縦持ちのゲームも作れるんですよ。で、使ってるユーザーも多いのでおすすめですね。最後に全部一言で説明すると、写実的な美しいグラフィックのゲームを PC やコンソールで出したい方はアンリアルエンジン、モバイル向けに無料のゲームを出して収入を得たい方はユニティ、ドット絵のインディーゲーム作りたい方はゲームメーカー、手軽にすぐ RPG を作りたいっていう方は RPG 作る MV、 手軽にすぐノベルゲームを作りたいっていう方はラノゲ作る MV かティラノビルダーを使うのがおすすめです。ということで、今回はおすすめのゲームエンジンについて解説しました。参考になったよという方はぜひ高評価よろしくお願いします。今回紹介したゲームエンジンはすべて無料で試すことができるので、気になったものがあればとりあえず試してみるのがいいと思います。ゲームエンジンって一回がっつり使い込むと、なかなか他のゲームエンジンに移行するのは難しいのかなっていうイメージあるかもしれないんですけど、全然そんなことはなくて、むしろ一個マスターしたらゲームエンジン慣れするので、他のゲームエンジン習得するときも初めての時より早く習得できるんですね。なので最初に選ぶゲームエンジンっていうのは、最初に自分が作りたいゲームに合わせて選ぶのが正解かなと思います。どんなにシンプルで小さいゲームでも、一本作ってる人とまだ一本もゲーム作ったことない人との差っていうのはめちゃくちゃでかいんですよ。なのでゲーム作りたいんだけどなとか、アイデアはあるんだけどなっていう感じで、作るっていうところまでまだいけてないっていう方は、まあ、今ゲームエンジンものすごい進化してて、思ってるよりも簡単に作れます。なのでぜひ自分の作りたいゲームに合わせたゲームエンジン選んでいただいて、ゲーム開発への一歩踏み出していただければなと思います。こんな感じでいつもゲーム開発情報を配信しています。 Twitter、インスタもやってるので、ぜひフォローお願いします。ではまた。